がありますので、順次これを許します。大河原雅子君、大河原君。委員長。どうぞ。立憲民主党無所属の大河原雅子でございます。私は会派を代表して、2020年令和2年度の一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書と一般会計予備費使用総調書に反対、特別会計予備費使用総調書と特別会計経費増額総調書に賛成の立場から討論を行います。なお着座にて失礼いたします。労働保険特別会計予備費の使用については、当時のコロナウイルス感染拡大下で雇用を守るために雇用調整助成金の特別措置に使用したもので、その使途は妥当なものと考えます。一方、一般会計コロナ予備費の使用については、コロナウイルス感染拡大下で事業や医療体制を守るために緊急に必要な支援策やワクチン確保に使用したものと考えます。ただし、巨額の6714億円もの国民の血税を使ったワクチン購入に際しての情報開示が諸外国に比べても十分でないことは容認できません。政府に強く改善を求めたいと思います。一般会計予備費の使用のうち、豪雨災害対応や除雪などへの使用に関しては必要なものであったと考えます。しかし、ずさんな発注により異物混入など不良品が 15% にも上り、事業終了後も在庫が8000万枚以上残り、その後も保管費用や希望者への送付費用などが必要となった布製マスク配布事業への437億円の使用については到底認められるものではありません。したがって、この一般会計予備費使用総調書についても容認することはできません。なお、復元いたしますと、そもそも予備費は予見しがたい予算の不足に充てるために使途を定めるに計上するもので、予算の事前議決の例外として憲法で認めるものですが、ほかに補正予算の制度もあることから、国会開会中は原則として予備費の使用は行わないことを閣議決定しています。財政民主主義として予備費の使用は行わないことを閣議あごめんなさい財政民主主義の観点から、それぞれの具体的内容や必要性とともに、国会開会中予備費を使用する場合には、その理由について国民や国会に十分な説明がなされるべきと考えます。前例のない10兆円もの巨額の予備費を第二次補正予算で計上したこと自体、本当に妥当であったのかは改めて十分な検証が必要です。予備費使用のあり方を改善することを政府に求め、私の討論といたします。次に高谷亮。